来週っすねーよ。いやちょっと今日はさすがに抜き行きたいなー。はいっすね。なあ行っちゃいますか。いやほんまに最高っす。おはようございます。あ、おはようございます。お、ひろじさん今日抜き行きます？え、でもひろじさんそんなん行かないでしょ。あ、まあそうか。抜き、え、まだ DT なんでしたっけ。え、DT マジっすか。いや、ひろじさん DT じゃないです。え、ちゃうんすか。ちょ、ちょ、いけるっすよ。え、ほんまや。え、じゃあ行きましょうよ。いや、行きます。いや、それサブット好きな人とするっていう DT や。 DT っすよ。 DT やでもこうできました。 お願いします。ひろじさんこれ3万択で今日も美味しそうな煮卵が4つや。ほんまっすね。お腹すいたな。じゃあお願いします。はい。あ、ちょっと待ってください。俺1個いっちゃっていいですか。お前ほんま好きやなお前。すいません、俺めっちゃ好きなんですよ煮卵。まあまあ、じゃあ俺も1個もらおうか。いただきます、はい、じゃあおいっす。これでいくんですか。あ、全然大丈夫です。大丈夫です。あ、うん、まかないって何時ぐらいになりますか。終わる時なんで11時ぐらいですかね。うまいな。ペラお前。お腹空いて気持ち悪いし、一個ぐらい食べてもバレへんやろ。すいません、お待たせしました。あ、あ、煮卵です。あ、煮卵か。姉ちゃん、ありがとうな。はい、煮卵ないと酒進まんからな。やろうや、はい、あ、いただきます。あれ、いやこれ一個しかないやん。あ、一個なんで。一個っていうか、はい、半分しかないやん。498円です。これで。高っ。はい。ペナこれ。すいません、ちゃん。え、これペナ？はい。これね。はい。ペナこれ。ごゆっくりどうぞ。498円するのこれ。結構黄身ボロやけどこれ。写真では撮るってなっちゃうし、四個入れたのに一個。うまこれ。うまこれ、ペラこれ、うまっ。じゃあ、野口さん、お疲れ様です。はい、お疲れ。お疲れです。はい、今から二人っすわ。あ、二人、はい。あ、あの、個室13択空いたと思うんで、はい、バッシングお願いします。あ、わかりました、行ってきます、はい。うー、くったくったー。シェイクか。失礼します。あ、すいません、まだ食べてます。あ、僕は会計も終わったんで。あ、はい、ありがとうございました。ごちそうさまでした。はい、すいません。あ、一人ですか。え、何ですか。一人だからってバカにしてんすか。してないんですけど。デブだから二人分食うだろって言いたいんすか。なんかムカつくな。あ、すいません。俺たちはこの店食べログに悪口書いたろ。え、やめてください。もう帰ります。もう気分悪いな。財布。わ、10万ぐらい入ってる。うん、4だったら多分大丈夫。ワンチャンチームやってますけど。あ、あった。あ、あ、これですか。それです、それです、それです。よかったです、よかったです。それです、ありがとうございます。よかった、よかった。あ、なんか座ってなかった今。いや、座って、あの、忘れてるなと思って。あ、そう、そう、僕今片付けしてたんですけど。あ、そっか。はい、え、じゃあすいません、失礼します。ちょっと待って、待って、金全然ないんですけど。え、もともと10万くらい入れてたのに6万しか、4万くらい
ってない。絶対立ってない。俺見たんですよ。さすがに失礼します。失礼します。失礼します。すみません、お客様どうされました。いや、こいつが金パクったんですよ、僕の財布から。金パクった。いや、お客様が、お席に財布忘れてはって、はいはい、で、今ちょっと取り戻ってきたところ、ひろゆさんが今、片付けしてたんで、お騒がせ申し訳ございません。取ったんですよ、こいつが。お前見てんねんな。僕もちょっとわかんないんですけど。お前は、取ってんねんな。お金取った。取ってないです。取ってないな。はい。すみません。どうするんですか、これ。もともとこれしか入ってなかったんじゃないですか。なんでわかんだよ、お前。なんだお前。あ、お客様。金ばっかり。スタッフの二人もね、はい、お金は取ってないっていうことなんで、はい、で一応ですね、監視カメラで確認できますんで。カメラあるんですか。はい、じゃあ。あ、じゃあそれ見てください。ちょっと入れます。いや、でも俺で撮ってるってなったら本当不思議案件ですね。うちのスタッフやってませんので。お待たせしました。ああ、すいません、申し訳ないです。こちら、これね、お客様帰られたところですね。あ、僕帰ったところですね。で、スタッフの、彼が、はい、席片付けますね、うんうん、はい。で、財布ね、見つけまして。僕の財布です。あれ、いや、もうやってるっすね。泣いてるよ。4万しっかり数えて入れてるな。身分証があったら連絡できるかなって。泣いてるやん。お前、ケース入ってるやろ。いや、入ってない。うわっ、うわっ。申し訳ございません、お客様。すいません、申し訳ないです。このやばいでしょ、急に。すいません、おいでください、やばいっすよ。すいません、後できつ、後でスタッフに言っておきますね。はい。やばいっしょ。なんか見なかったよな。そう、僕はちょっとお前に見たくない。見なかったよな、お前別のところで仕事してる。泣きやがってんてめえ、おい。申し訳ございません。お客様、申し訳ございません。おい、申し訳ございません。よければ、当店のクーポンお渡ししますんで。クーポンもらえるっすか。はい、すみません。こちら、次回無料で飲食できますんで。マジっすか。はい、すみません。ありがとうございます。あ、じゃあ、もう全然大丈夫です。申し訳ございません。お金はもう大丈夫ですかね。大丈夫です、はい。すみません。ありがとうございます。お前ら叫んなよ。申し訳ございません。全然大丈夫です。申し訳ございません。今後ともよろしくお願いいたします。お前、まあ、教育してんもんな、そんなことは。いや、ごめんなさい、まあ、やばいやつやなとは思ってたんですけど、正味、これはさすがに予想してなくて。まあ、そうやな。すみません。仕事のな、教育で道徳の授業ないからな。まあ、しゃあないな。すみません。って言って、片付けします。お前さん、店のもんに一切触んな。お前、クビや。当たり前やんな、そんな。もうやめろや。はい。じゃあ、これ返したいらんわ。いらんやろ。お前みたいな小僧泥のな、制服信じなあげたらあかんやろ。はい、もうそれも持って帰って捨てろ。はい。もういいから。もう早く出ろ。うん。もう店出ろ、早く。あ、いらんよ、お前パクったやつ。まかないは食べれますか。しょ、しょ、しょ。すいません。うん。あ、短い間ですが、お世話になります。メンバーシップの皆さん、ごきげんよう。こんばんは。内部進学生が母校の受験の過去問解けるのかチャレンジ。前回僕たち一般受験組が来まして、はい、だいぶ悲惨なことに。普通にひどかったから。そうや。正解は C。あ、サクセス。俺はソーザット法文に気づいてるけど。ほ、命。おお。法です。あ、よかったよかった。法です。ああ。こっちに戻るよ。正解は A。メッカからメディナに。おお。A です。野口さん、天才や。完璧です。野口さん。これはだろ。手応えがないという。おお。マジな。おるんちょ。もう一回受験してもいいよ。まずいじゃん、大学目指すか。もう一回受験って大学からやで。限界